この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは、今日はゲームボーイをオーバークロックします。というわけでこんな感じで普通に動いているゲームボーイなんですけど、これをオーバークロックします。どうやってオーバークロックをするのか、中にある部品を一つだけ交換すればオーバークロックできます。中身見たんですけど、これが CPU ですね。ゲームのいろいろな処理をする部品になります。その CPU のすぐ隣にですね、四角い部品があります。でこれがオーバークロックの鍵を握る非常に重要な部品です。でこの部品クリスタルとか、あとは水晶発信子と言いますけども、これが CPU の動作速度を決めている非常に重要な部品になります。これをより高周波のものに変えます。実はこのクリスタルを交換しないでもオーバークロックはできます。ちょっと試してみます。この信号発生器を使ってですね、標準より高い周波数の信号を入力すれば、CPU は早く動くんですね。部品の表面に8388って書いてあるんですけど、これがおそらくクロック周波数です。8.3MHz くらいで動作するんですね、この CPU は。信号発生器から線が出てるんですけど、これをクリスタルにつなぎます。クリスタルの部分に外部から無理やり信号を入力する線をつなぎます。ハンダ付けですね。とりあえず何も最初接続してない状態で試してみますか。電源入れます。普通っすね。今回テトリスを選んでいますけども、後で他のゲームもプレイしてみます。とりあえずこれでやります。普通の動作をしています。ドクターマリオの方が好きだったかもしれません。クロック周波数なんですけども、ゲームボーイと同じと思われる 8.3MHz に設定します。でさっきハンダ付けした線にこういう風にクロックをつなぎます。で電源を入れると、お、動きましたね。でなんか皆さんよく聞いたことがある音だと思うんですけども、ここでですねクロック周波数を今 8MHz ですが、どんどん高くします。今 16MHz なので、もともとの2倍の周波数ですね。なんかゲームも2倍速で動いています。音も高くなっていますね。逆に今度周波数低くするとどうなるんでしょうか。これをさらに低くします。お、止まった。 2MHz くらいで止まっちゃうみたいですね。こういう風にオーバークロックできるわけなんですけども、なんでオーバークロックすると速くなるのか。先ほどから何回か出てきたクロック周波数というのがあります。クロックというのは CPU が何か命令を実行するときに基準になる信号のことです。その信号の周波数をクロック周波数と言います。例えば CPU が1秒間に1回の命令を実行するときにはクロック周波数は 1Hz になります。1秒間に1回こういう風な信号を入力するわけですね。でそうすると CPU は1秒間に1回ずつ命令を実行します。 1Hz ですね。 CPU をより高速に動作させるためにクロック周波数を上げます。例えばクロック周波数を 2Hz にします。こうするとクロック周波数は 2Hz になるので、1秒間に2回命令を実行できます。つまり 1Hz の時より2倍多くの処理ができるということです。実際のクロック周波数はどうかというと、このゲームボーイの場合だと基板の中身を見てもらった通り 8.3MHz でした。830万回1秒間に何か命令を実行しているわけですね。 8×10 の6乗ヘルツで動作しているわけですね。最近のパソコンとかスマートフォンはギガヘルツで動作しています。というわけで実際に改造に入っていくわけですけども、クリスタルを交換します。でクリスタルは今回ディジキーから購入しました。なんかいろいろ種類はあるんですけども、今回は2倍速で動かせる 16MHz のクリスタルを使います。概要欄にリンクありますので、2倍速ゲームボーイを作りたい人はぜひ自分でも試してみてください。こちらの 16MHz のクリスタルを使います。クリスタルって言うんですけども、この缶の中にですね、本当にクリスタル水晶が入ってるんですね。その水晶が振動することで電気信号を取り出しています。1秒間に、1600万回振動しているんですね。かなり高い周波数で振動します。
これについては以前作った圧電効果の動画が参考になるかと思います。概要欄にリンクあります。とりあえずハンダ付けするんですけども、これで動くかどうかは実験しないと分かりません。とりあえずこの状態で試してみますか。あれ変わんないっすね。もう一回電源入れます。お、変わった。音が高くなったのが分かりますか。ただこの状態ですと動作としてはあまり安定はしていません。音が高くなったり低くなったりしているので、標準の速度と2倍速オーバークロックの速度でランダムで起動するようです。こんな感じでですね、あまり動作が安定していないんですね。というのも今クリスタルがですね2つ両方つながっている状態になっています。ですので 8MHz か 16MHz どっちの周波数で動作するっていうのはですね、まあ、その時々の状態によって変わってしまうわけですね。ですので通常時の動作と、あとはオーバークロックしている状態の2つの動作を切り替える必要がありそうです。この小型のスイッチを使ってクロック周波数を切り替えられるようにします。2本のハンダゴテを駆使してなんとかクリスタルを取り外します。この取り外したクリスタルも当然再利用します。とりあえずこのスイッチを動かせばオーバークロックできる状態だとは思うので、仮組みして実際に検証してみます。これはもともとの 8MHz のクリスタルを選択しています。まあ普通ですね。で周波数を高くします。まあ、オーバークロック状態にするわけですね。いきます。おお。ちゃんと切り替えできますね、これ。でスイッチを元に戻すと、ちゃんと動いている時でも切り替えできるようですね。これが通常の動作なんですけども、ここでスイッチをオーバークロックにすると早い。このままブラブラしてるとかっこ悪いんで中に隠します。スイッチを入れてカチカチとオーバークロックすると、今使っている線はポリウレタン線といって表面が絶縁されているものです。で結局こんな感じになりましたね。ここはもともとクリスタルを置いてあったところです。でそれは線をハンダ付けするだけのところにしました。でこれはもともとついていた 8MHz のクリスタルです。でここにスイッチですね。でそのスイッチの横にオーバークロック用の 16MHz のクリスタルを配置しています。振動でハンダ付けした箇所が割れるかもしれないので、念のためボンドで固定します。クリスタルの部分がハンダ剥き出しなので、一応カプトンテープ止め、カートリッジの裏側が金属製なので当たるかもしれません。スイッチの部分はこんな感じ、手抜き工事にしてはうまくできていると思います。とりあえず完成したので遊んでみますか。これが今通常の速度なんですけど、オーバークロック倍速にします。早いね。テトリスとかそういったゲームだと難易度をさらに高くできるんですね。オーバークロックのいいところです。レベル9にしますか。これでも結構早いんですけど、オーバークロック解除。おお、早い早い。あ、やばい。ダメじゃんこれ。今レベル9でしかも2倍にオーバークロックしているわけですから、レベル18ぐらいになってるんですかね。どうなんでしょう。早い早い。あーダメだ、戻そう。こういった CPU が考えるために時間を使うゲーム、例えばオセロとか将棋とか、
そういったゲームですと待ち時間を短くできます。オーバークロックのいい点です。こういったストーリー系のゲームに使うとだいぶプレイ時間を短縮できると思います。ただこういったゲームって割と BGM がいいと思うんですけども、そういった BGM だからですね、若干台無しになります。ゲームボーイのオーバークロックの唯一の欠点が BGM が高くなってしまうことです。パソコンの CPU をオーバークロックしてもパソコンから出てくる音は高くなりませんよね。ですけども、このゲームボーイをオーバークロックすると処理速度もだいぶ速くなるんですけども、出てくる音も高くなります。オーバークロックの周波数なんですけど、だいたい 16MHz くらいなら全部動くって感じですね。それ以上高くなってくると、また動作が変わってきそうな感じがします。オーバークロックすると消費電力がどうなるかっていうのがすごい気になるんですけど、今これは通常時のオーバークロック前の状態で動いています。流れている電流なんですけど、 3V の時にだいたい 70mA 後半ぐらい流れていますね。でここでオーバークロックすると、はい、やっぱ電流少し増えましたね。 70mA だいたい後半で動いていたものが 110mA くらい電流流れていますね。だいたい 1.4 倍から5倍ってところですか、消費電力の増え方は。周波数を2倍にしても電流が2倍に増えるわけではないんですね。意外でしたね。オーバークロックしたことによる発熱ですけど、全く発熱しないですね。もともとこの CPU 自体がそんな発熱しないものなので影響は小さいようです。今日はゲームボーイをオーバークロックしたわけですけども、オーバークロックに必要な部品は全てディジキーから購入しています。ディジキーは日本語の YouTube チャンネルも持っていて、そちらの方にもたまに一見の動画をアップロードしています。ぜひ確認してみてください。もちろんそれ以外にもディジキーのオリジナルのコンテンツがたくさんあって、視聴者の皆さんに非常に役に立つ内容があります。最近のシリーズですと、ソフトウェア無線機 SDR というのがあるんですけど、無線関係を詳しく勉強したいという方にとって非常に役に立つ内容になっています。ぜひ確認してみてください。あ、そうだ、あとリマインドがあるんですけども、ディジキーと一見のコラボ T シャツ、この着ている赤色の T シャツが当たる企画があります。概要欄の方に応募リンク貼っておくので、ぜひ応募してみてください。6月末までです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。